ブライアン・カーティス・タレットは、アメリカ合衆国、オクラホマ州、ミッドウェストシティ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。高校最終学年時の1996年、ルイジアナ州立大学在学中の1997年、1999年とケ、イサンドラフト指名されるが、いずれも契約には至らなかった。2000年には、カレッジワールドシリーズで優勝している。 同年にクリーブランド・インディアンスから二巡目、全体55位で指名され入団。プロ入り後も、大学時代までと同様に、先発投手として育成された。2002年には、AA 級、アクロン・エアロズ、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズで高成績を残し、9月の、ロースター拡大に伴いメジャー昇格。2002年9月16日の、 ボストンレッドソックス戦でメジャー初登板初勝利、6回を無失点に抑える口頭でメジャー初勝利を挙げる。2003年は7月にメジャーへ昇格したが、5試合に登板したところで肘を痛めて故障者リスト入り、8月26日に手術を行い、そのままシーズンを終える。2004年は夏場に復帰し、マイナーで主にリリーフとして24試合に登板。 2005年は2年ぶりにメジャーに昇格するが、わずか2試合の当番に終わる。シーズンオフの1月17日、トレードでトロントブルージェイズに移籍。2006年は開幕をメジャーで迎えるも、序盤は不審で一時はマイナーに降格する。6月に再びメジャーへ昇格してからは主に敗戦処理や大差がついた勝ち試合でのリリーフを任され、安定した投球を見せた。 2007年も前年に引き続いて、敗戦処理や大差がついた試合のリリーフとして48試合に登板した。2008年は自己最多の51試合に登板し、防御率2.88もブルージェイズ遺跡後最高の成績であった。2009年も開幕はブルペンの一員としてスタートするが、相次ぐ先発投手陣の故障により、4月半ばから、 先発ローテーションに抜擢される。5月には6度の先発登板のすべてでクオリティスタートを達成し、序盤のブルージェイズ投手陣を支えた。しかし、6月以降は打ち込まれる試合が増え、7月末にブルペンへ降格した。2010年は開幕から先発ローテーション入りするも、基本塁打が多く、5月中旬にリリーフに回される。しかしその後も非本塁打は増え、 77イニングで20本類打を起死した。オフの11月12日にノンテンダー FA となった。11月30日にセントルイスカージナルスと契約。翌年の6月11日、くしゃみで六間筋を痛め CT 検査を行った際、腎臓に脳法があることを発見し、多発性脳法人と診断された。2011年7月27日にカージナルス、 シカゴホワイトソックス、ブルージェイズ間での三角トレードで、ブルージェイズに復帰したが、9月5日に解雇された。2012年2月3日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。4月7日、サンディエゴパドレスに移籍。5月17日に解雇された。2013年6月25日に引退を発表した。速球は、だいたい80マイル台後半だが、 時折90マイルに達する。速球の他には、チェンジアップ、カッター、スライダーを投げる。最大の課題は、制球力。毎年のように、よしキが、投球回数の半数前後に達しており、コントロールを乱して自滅するケースが多い。ありがとうございます。